皆さんこんにちは、ホッシーです。今日もひまわりでやっていきましょう。今日の動画ですね、キャンペーンのポイントパーティーイベント、こちらで獲得できるリメンバー2002、こちらをね今回引いていこうと思います。で、出る選手がね117ということで、かなりね目玉の商品となってるんですけど、これね出る選手がわからないって方いると思うんで、まずねそこから見ていきたいと思います。お知らせのこちらから見れます。下見ていくとパックの内容一応書いてあるんですけど、こんな感じですね。全部で25選手いて、中田選手とかベッカム選手、江藤選手、ロナウド選手とか、まあそうそうたるメンツがねこうやってバーっているんですけど、これね市場で取引ができない選手になっていて、能力が確認できないんですけど、一部ね確認できる選手もいて、今回はねその確認できる選手の中からおすすめ選手をお話しして、その後ね先ほどのパック引いていこうかなと思います。で、今回ね能力見るのはこちらのパックから見ていこうと思います。さっきも言ったように市場で取引できないんで、市場の方でね確認できないんで、能力がパックで排出される今回は11選手ですね。さっきね25選手いるって言ったんで、他にもねまだまだ選手いるんですけど、ちょっと今回はねこの11選手の中から強いと思う選手を4人紹介していこうと思います。まず1人目こちらのロナウド選手です。まあね120の上位互換いるんですけど、117でも全然強いと思います。まあ、スキルブースト敏捷性ですし、結構上がる能力もいいと。で、個人技ねレインボーなんで、ちょっとここだけね使いどころ難しいんですけど、全然ね強いと思います。やっぱり、ね、逆足5っていうのはねかなり魅力的かなと思います。次の選手がこちらですね、モリエンテス選手。この選手もね逆足5あって、スキルブーストポジショニングなんで、ヘディングだったりとか敏捷性も上がると、これも非常にいいですね。で、身長もね186センチとそこそこあって、ラインブレーカー、パワーヘッダー、アウトサイドシュートと特性も非常にいいので、この選手も強いと思います。個人技もねルーレットで使いやすいところもいいと思います。で、次紹介する選手がこちらですね、バラック選手。この選手ね逆足4、そこも強いですし、やっぱり、ね、あとは身長が188センチあって、結構ね守備に特化した選手なんで、活動量もこうですし、ここもね非常に強い点かなと思います。スキルブーストがねゼネラリストなんで、上がる能力に関してもね悪くないのかなといったところで、個人技がね前のバラックダブルタッチだったんですけど、まあ、今回ルーレットなんでちょっとそこは残念ですけど、まあ、全然これもこれでありかなと思います。特性もねパワーヘッダー持ってて空中戦もやれると思うんで、そこもいい点かなと思います。最後ね紹介した4人目こちらですね、マルディーニ選手。今回ね一押しと言ってもいいんですけど、もちろん能力強くて、スキルブーストの冷静沈着、これめちゃくちゃいいですね。スピード上がるんで、サイドバックに持ってこいのスキルブーストかなと思います。で、活動量もねディフェンスコーでアタック中なんで、ここもサイドバックとしては個人的に非常に押せるポイントかなと思います。特性に関してもね全く問題ないんで、正直ね個人的にはこれを当てたい。で、今回ね紹介できてない他14選手ぐらいいるんで、多分その中でも強い選手いる、そこら辺も能力紹介したいんですけど、ちょっと今回ね見れないんで、どうしてもなんで、今回ねこの11選手の中から4選手紹介していきました。そしたらね早速引いていきたいと思います。で、質問でね、このイベントどうやって進めるのが一番効率いいですかっていう質問あったんですけど、個人的にはね VS アタックの放置が一番いいのかなと思います。まあ、ミッションに関してもね、アタックのプレー、他にねゴールの30っていうのがあるんで、これをね同時に達成できるアタックが一番効率いいのかなと思います。そしたらね引いていきたいと思います。まあほんとね当たる選手25人いて、なかなか狙いの選手引くって難しいんで、気軽に引いていきましょう。さあ見ていきます。結構演出とかでわかるんじゃないかな。イタリア来たら多分マルディーニ、あとネスタとかいい選手が来ると思う。ガッツゾもいたな。まあいいや、行こう。せーの、はい。さあ誰来る。イタリア、イタリア、どこ、スペイン、 CM 誰だ、シャビとかか。はい、シャビでした。シャビはあん中いなかったんで、能力見てみましょう。引き足が右の逆足が3で、能力がこんな感じですね。まあ弱くはないけど使わないかな。プレイメーカー、アウトサイドシュート、スキルブースト、ショートパスと、まあちょっとこれはねいまいちですね。一応ねまだ引けるチャンスあって、このイベントのこちらですね、プレイヤー全体累計ポイント報酬、こちらでね300万いくと2個もらえるんで、このリメンバー2002117選手のパックが。なんでこれもね皆さん頑張って
はい、やって現在182万なんで、多分これ300万このままいったらいくな。まあ、油断せずね、皆さんもちゃんとやって300万達成してバックもらいましょう。何度も言うように市場で売れないんで、まあ、進化素材にするなり、あとは個人的におすすめの使い方は特性ですね。ちょっと今回シャビはねいまいちの特性なんで使えないんですけど、選手によってはねつけたい特性も多分あると思うんで、それをねつけるために使うのがいいのかなと思います。進化すればね特性変更できるんで、例えばね、まあ、何でもいいやペリシッチとか見ていって、この特性のコースとかやってねできるんで、ぜひねこれも自分の好きな特性使ってみてください。元の OVR の数値より高い選手が特性変えれる選手になってくるんで、例えばねペリシッチだったら元が116なんで、116以上の選手を素材に使わないといけないといった感じの仕様となってます。まあ、今回はねちょっと残念な引きだったんですけど、また次回ねあと2回多分あると思うんで、そこでマルディーに当てれるように、はい、頑張っていければなと思います。あと質問とかあればねコメント欄や DM でお気軽によろしくお願いします。ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。でチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。